この動画では、新各地のセミオートチューニング方法について説明します。セミオートチューニングは、手動で最適な進角値をチューニングすることができます。オートチューニング結果の再確認や、オートチューニングより細かいステップで新各地をチューニングする場合に行います。 この動画では、オートチューニングで得られた結果を再確認する目的で、セミオートチューニングを行います。オートチューニングで得られた回転数 800rpm の最適な進角値は15度でした。今回のセミオートチューニングでは、回転数 800rpm に対して、8度、12度、15度、20度、27度の進角値を手動で設定します。この中で、 最も小さいフィードバック電流が流れた時の深刻値が最適な値です。この結果とオートチューニングの結果を比較します。はじめに機器の接続について説明します。セミオートチューニングではオートチューニングで使用した機器に加えて制御用電源が必要です。 また、オートチューニングで機器の接続が完了したデモボードに制御用電源を接続します。必ず、蒸気を守って制御用電源をデモボードに接続してください。VSP、グランド端子間に制御用電源を接続します。これで、機器の接続は完了です。次に、GUI を設定します。 オートチューニングで設定した GUI に対し変更を加えていきます。セミオートを選択します。グラフの横軸を設定します。ここではモータースピードを選択します。グラフに表示する深刻特性の演算式を選択します。 ここでは、la=ax プラス b を選択します。コーフィシェント a を0にすることで、コーフィシェント b に入力した値が、新刻値として設定されます。例えば、新刻値15度を設定するには、コーフィシェント b に15を入力します。 コーフィシェント A、またはコーフィシェント B の値を変更した場合は、カルキュレートをクリックしてください。ここまで準備ができたら、セミオートチューニングを開始します。LAN をクリックします。AC 電源を投入します。実動条件の電圧を印加してください。制御用電源を投入します。 モーターが回転します。はじめに、進刻値を12度に設定します。カルキュレートをクリックします。回転数が 800rpm になるように、制御用電源で VSP 電圧を調整してください。この時流れるフィードバック電流の値を記録してください。次に、 進化値を8度に設定します。カルキュレートをクリックします。先ほどと同様に回転数を 800rpm に調整し、フィードバック電流の値を記録してください。進化値を15度に設定します。カルキュレートをクリックします。 回転数を 800rpm に調整し、フィードバック電流の値を記録してください。進刻値を20度に設定します。カルキュレートをクリックします。回転数を 800rpm に調整し、フィードバック電流の値を記録してください。 最後に、進角値を27度に設定します。カルキュレートをクリックします。回転数を 800rpm に調整し、フィードバック電流の値を記録してください。これで、すべての進角値に対するフィードバック電流値を記録できました。 制御用電源を遮断します。AC 電源を遮断します。ストップをクリックします。これで、セミオートチューニングは完了です。最後に、セミオートチューニングの測定結果について説明します。 回転数 800rpm に対し、それぞれの進化値を設定した際に流れるフィードバック電流は表の通りでした。つまり、15度が最適な進化値であることが確認できます。また、オートチューニングで得られた最適な進化値15度と一致していることが確認できました。このように、 他の回転数でも同様にチューニングすることで、オートチューニング結果を確認することができます。